こんにちは、ミルキーブルーです。あれ、本田健さんのね、新しい動画見た。今回結構なんか怖かったよね。なんて言った、これからね、新型コロナずっと続いて、元の世界には戻らんって言ったね。30〜40人の以上のイベントもできんし、飲食店とかね、酒場とかそういうのもダメって言ったね。これからこれ、今その飲食業とかめっちゃやばくない？そんなことなったら、他東京五輪も来年は無理やろうって言ったね。延期か、中止か、今年の秋ぐらいにまた決まるんじゃないかって言ったけど、ちょっとお先巻きぐらいやん。ちょっとどうなっていくか分からんけど、確実にイベントもできんし、歌手とかミュージシャンとかも大打撃やし、スポーツもやばいよね。どんだけの人がこれ収入がなくなるとかいな。そんな中ね、ちょっと、ミルキーブルー的にはちょっと前向きなことと捉えたのがあるっちゃけど、今まで400年続いてきたこの資本主義というか、会社からこう人が雇われて、人が使われてね、こう社会が発展していく、この仕組みが変わる通過点というか、変わる瞬間の時代って言ったよね。今の社会は、社会も世界もやけど、弱い人がね、使われて必死に働いて会社や社会をね、発展させてきたけど、そういった時代がなくなって個人の時代、個がなんか新しいものを生み出したり、ことこがつながってこうやっていく、新しい形に変わる転換期って言ったよね。ミルキーブルー的にはすでに子なんで、このスキルをねちょっと高めていく、そこにね、この2、3年かけてやっていきたいけど、今会社員の人とかちょっと頭痛いよね。その会社さえも存続できるかっていうところも結構多いと思っちゃうね。ちょっと暗いね、話ばっかりやけど、そのやっぱその暗いっていうか、ネガティブなのを踏まえとかんと新しいことにね切り替われないんで、もう今の状況をいずれ捨てるような考えで、新しい何かを始めるとかね、これからの時代を見据えた形で、どうやって生きていくのか、それをね考える時に来てるんじゃないかとつくづく感じたよ、本田健さんの見て。とにかくね、前向きに捉えてこの状況をね受け止めて、今後何をやっていけばいいかを今のうちから考えていくべきだと思いましたよ、ミルキーブルーは。とにかくね、ミルキーブルーという子をね高めれるようにやっていきますんで、これからも見守ってちょ。瞑想も続けてるよ。それじゃあ前向きに皆さん行きましょう。では。